皆さんこんにちは、りゅうかです。はい、今回はですね、今本当に今おばあちゃんの家に、おばあちゃんの家というか同じ県にいる、同じ県、まあ、おばあちゃんの家にいるんですけど、今回はそのおばあちゃん家行く Vlog っていうか、おばあちゃん家で過ごす約3日間の Vlog です。で、今はダンス動画、この多分上がっている動画を撮りたくて、この公園に来たんですけど、本当は僕の想像では雪が降っている予定で、ちょっと雪が積もってて、なんかそのリド、冒険です、ミラー、で、あーなんでな、な、な、出来が良かったんですけど、なんも、ただの本当に、天気が良すぎて、多分雪はないんですけど、ちょっと行ってみます。本当もっと大雪の早さだったんですけど、めっちゃ、ただの、めっちゃ過ごしやすい公園でした。ピーンとか、まあでも、もう多分 YouTube 上がってると思うんですけど、ニュージーンズっぽい、リドの、ミュージックビデオみたいな、この、制服っぽい感じで来ました。もちろん半ズボンです。おばあちゃん家の家でやりたいことは、なんか海とか行って、その海で、寒い冬の海でコート着て写真撮るっていうのもやりたいし、このニュージーンズごっこもやりたいし、まあそれぐらい、まあ、とりあえず向かいます。はい、本当ここで僕の予定では、ここでね、多分雪がちょっと積もっていて、この2つだけ可愛くて撮ろうよって感じだったんですけど、もう雪一つないので、それもとてもいいこと、雪って本当に生活を乱す、今雪ない方が過ごしやすいかもしれないですけど、僕はあってほしかったです。まあでも今からも雪があるっぽいところに連れて行ってもらいます。今回は親と来ています。見てください、チャックが壊れちゃいました。まあでもしょうがないよね、この黒いのは。まあしょうがないです。車に乗って移動しています。雪あるかな。なんとおじいちゃんがめっちゃいいところを教えてくれました。これは柳田植物園に来ます。これをずっと待ってました。本当にやばい、どうしよう。なんかプラネタリウムもあるっぽいので、そういうなんかおしゃれです。YouTube のダンスのやつとか、TikTok のやつとか撮ったんですけど、疲れました。ちょっと今からちょっと休憩っていうか、一段落してから、まあちょっと、まあなんか走ってみたり写真とか撮ります。お疲れ様でした。今いろいろ写真とか、まあいっぱいやり終わって今帰ります。本当に撮ってる時とかは寒くないんですけど、アドレナリンが出て、でも本当にちょっと寒いです。耳もあそこまで満足です。次の日、キャンディバラバラのボンミョン You won't pay, but this seems to be something to talk. I gotta want to walk in this mirror that I'm gonna another. あれから次の日だったんですけど、今からガンモっていう海っていうか、サスペンスドラマとかでも使われる、なんだっけ、ヤバい海に行きます。砂浜っていうよりかは、なんか岩系の本当になんかその犯人を突き止めるような場所です。めっちゃ楽しみ。絶対にサスペンスドラマごっこします。何お前だ。これがガンモンです。なんかすごい、すごいわ。なんかでもあっちにはなんか有名な降りるスポットがあるっぽいです。ヤマンダックス、レッツゴー。見えますか皆さん、ご覧ください。何も見えないこれ。怖っ。
これがあれだよ、岩門洞窟。うわあ、サスペンスのことを記述している展望台。行きます。水平線が見えるだめだ。すごい。地球は青い。すごい。え、海でか。松綺麗。なんか正直言ってしまうと、多分あの洞窟の方が、あのサスペンスドラマのあの問題解決系の場所だと思うので、ちょっとまた下行きます。でもこっちも素敵でした。ありがとうございました。では今から大目玉の岩門洞窟行ってみます。こら、怖っ。なにここ。でもめっちゃ神秘的。すごい、逆に偽物みたいです。風が強い。まるで地下鉄の駅。すごい、怖いかも。怖い。でも結構明るいです。気をつけてください。昨夜、あなたは何をしていましたか？何を笑っている？もう一回。昨夜、あなたは、ケイコさんをこう呼び出し、何をしていたんですか？ぜひ行ってみてください。皆さんもこの海の塩ソフト買いました。いただきます。まあ、実はバニラ単体っていうだけかあんまり好きじゃないんですけど、塩っていうので本当最高の味です。ありがとうございます。塩、あの今からあのさっきの場所を出て、あの牡蠣を、海の海鮮たち牡蠣を食べに行きます。お店に着きました。イエーイ。こんな感じでなんか自分でとか、まあ焼ける感じの牡蠣とかエビとか焼いてます。こんな感じで剥いて、わーお牡蠣です。うん、もぐもぐもぐ、おいしい。この時間がプリン22時40分なんですけど、編集っていうか、その今12日で、明日金曜日にあげる動画を編集したくて今やってますけど、ここはね本当電波悪くて、電波ないっていうか、もともと Wi-Fi がないので、この家には。だから僕はテザリングで、ほんと結構地道にアップロードしてるんですけど、今、この踊りたいの方が終わって、次はショートの編集とか、あの、インスタの、あの、加工とかもやりたいので。そう。明日は、金沢、観光、まあ、ちょっとだけ、まあ、そんな、あの、一日中金沢じゃないけど、金沢のなんか、ぽいところ、行ってみます。正直、今ね、あの、1階には誰もいない、なんか、喫食。そんなこと言うんですけど、今
僕だけなんですけど、今テレビをつけていて、僕だけなんですけど、正直ちょっと怖くて、ちょっと怖くて、テレビをつけて、またそんなこと思ったら怖いとか思わないです。そんなこと思ったら、別になんか、あれなんですけど、そんなこと思わないんですけど、本当は怖いです。そう、またもう一個。今、何の時間ですかっていうと、僕の携帯、僕の編集が携帯で、充電しなきゃ。編集を携帯でやってるんですけど、それがまずなんでやらないかなんですけど、パソコンでやればいいんですけど、携帯が楽で携帯でやっちゃうんですけど、僕の今使ってる携帯が、今 iPhone 11 Pro Max で、もう2019年の12月に買ったやつをずっと使ってて、もうほぼ3年。バッテリーの容量がもうやばくても、今、フルで充電しても71%みたいな。71%! みたいな。100% で表示されてても使えるのは 71% だから。だから1個編集終わったらもう、充電ないみたいな感じだから、今充電期間です。だし、もう今遅いかもしれないけど、なんか充電しながら触るとなんか携帯熱くなるし、これ待って曇ってない？曇ったよね。まあ、そのこと置いといて、なんか充電とかなんかさ、しながら触ったらあんまり良くないっていうので、まあ携帯も熱くなるし、携帯を充電している時間です。はい。頑張ります。次の日。で、まあ、帰るだけなんですけど、一応、メイクをしようと思って、この、ウォン・ジョンウォさんの、モイストアップレディスキンパックを使っています。こんな感じで、肌を整えます。で、メイクしました。はい、というわけで、今、もう、出る準備したんですけど、帰ります。では、行ってきます。綺麗すぎない？綺麗すぎるんだけど、これ。ここは東ジェアっていうなんか雰囲気がある道にいます。出てきて。素敵な街並みです。絶対うまい。これ絶対うまいよ。これいいか。プリーン。でその一休さんかな、 IKKYU 一休さんで、このミニドラ焼き、ミニ 生ドラ焼きっていう、このうわー絶対やばく、金箔こんな感じで届いて、わーい、いただきます。再びいただきます。本当にこのなんだっけ、五郎島金時芋、これめっちゃ本当になんかって感じの甘さでした。超美味しかった。本当こんな小ささあっという間食べちゃいました。美味しかったです。でこんな感じの街並みも、素敵な街並みもあったりしたり、宇髄天元さんも来ていました。本当に最高でした。いらっしゃい。はい、次は兼六園に来ました。イエーイ、兼六、イエーイ。兼六園が何？6つの何かを兼ね備えてるから。兼六園、その6つの何かは知らないよ。あ、誰だ。あそこめっちゃ綺麗じゃん。出窓、この山やばい。このなんかアルプス山脈。一緒に休もう。めっちゃいい感じ。かわいい。すごい、なんかめっちゃ反射してる。ミラー。No in the mirror. Dun dun the mirror. Dun dun the mirror. 素敵。はい、というわけで、3日間、おばあちゃんの家に行ったり、おじいちゃんとおばあちゃんにも会ったんですけど、こんな感じで超楽しくて、本当に、思い出深い3日間でした。兼六園とかも初めて行ったんですけど、おすすめらしい。ガンモンとかもおすすめらしい。本当に超楽しかったので、本当にまだ行ったことない方はぜひ行ってみてください。じゃあちょっとこの外がちょっとうるさかったので、今アフレコしてるんですけど、ちょっとこの長さがちょっとあんまり何喋ったか覚えてないんですけど、本当に楽しかったことは間違いないです。石川県、最高！また、行ってきます。また来ます。再びまた来ます。ありがとうございました。バイバーイ。